っているよ。道端に咲く花のようにね、ありふれた日常の中で気分もなくさなければ OK。 夢を語り合える友達がいつもここにいること忘れないでいて。全てその中で何か掴んだはず。落ち込んで自分を責めたそれさえ愛しいって思うさ。大人になるのが怖いんだとその気持ちは知るけど歩いて行くしかないんだ。